前くら生活。え、1ヶ月前くら生活って？今回はニグさん主催の企画にお呼ばれしたから参加することにしたのよね。8名の実況者が同じシード地の世界で別々に1ヶ月プレイしてみようっていう企画ね。何それ面白そう。人によってどんな違いが出るのか、いろいろと興味深いですよね。まず全員共通の目標があって、それとは別に前の走者の方からのお題もクリアしないといけないわ。前の走者？それって誰なの？ちゃんの前の走者はナギスタンスさんね。そしてそのナギスタンスさんからのお題は、ゾンビ5体に名前をつけてゾンビと村人の共存する村を作れ。何それ？さすが敵を味方にする人といったところですね。それと共通の目標、エンドラの討伐、スカリーカ、ウーパールーパー、アメジストの発見、これも達成しないといけないぞ。さあシックさんは1ヶ月でこれらの目標を達成できるかな？ぐぬぬぬぬ、舐められたもんね。まだ経験は浅いけど、これまで必死に頑張ってきたシックのサバイバル力を舐めてもらっちゃ困るわ。見てなさい、全部1日で達成してやるからな。さすがにそれは無理だろ。それじゃあやっていくわよ。これってみんな同じ世界なのよね。ということはみんなここからスタートしてるっていうことよね。これは負けられない。別に勝ち負けを争う企画じゃねえよ。うん、特に周りに村とかはなさそうね。とりあえずセオリー通り木材を集めて物資を整えようと。あ、いいわね。この辺めちゃくちゃたくさん牛さんがいるんですけど。いいわね、食料は大事だわ。牛さんがたくさんいるのは助かるわね。シックちゃん、目標はたくさんありますが、何をどうしようとか決めてるんですか？まあ最初はエンドラの討伐かな。他にもいろいろ目標があるけど、エンドラ討伐をするまでの流れで何か見つかればいいなって感じ。エンドラ討伐までに見つからなかったものはその後で探しに行こうかな。まあそれがいいかもな。ついでに見つかればそれに越したことはないもんな。そういうことなんですね。まあ30日もあるしのんびり行きましょう。木材と食料が集まったから近くの洞窟に入ってきました。とりあえずこの洞窟で鉄を集めて、鉄フル装備まで持っていきたいな。シックちゃん、ダイヤ装備は作らないの？別にいいかな。普通にエンドラを倒すだけだし鉄装備で十分じゃない？よし、鉄フル装備が完成。バケツも内金も作ったからもういつでもネザーに行けるわよ。お、早いじゃないか。このまま順調に進んでいってくれたらいいんだけどな。あったあった、やっとマグマだまりを発見したわよ。これでネザーに行けるわね。あら、ほんとすぐにネザーに行っちゃうのね。まだ1日目よ。だらだらこっちの世界を探索しててもしょうがないからね。廃坑が見つかったんだったら名札のためにチェスト探してもよかったけど、見つからないからサクッとネザー行っちゃうわ。シックちゃんがなんかすごく頼もしくなってる気がするんだけど、シックちゃん成長したのね。お姉さん嬉しいわ。それぐらいで泣かれても困るんですけど。ゲートを作っている間に2日目になりました。よし、もうちょっとでゲートが完成するわよ。あれ、なんでこのマグマ固まらないの？あ、そうか、ここ塞がれてるから水がいつもほど広がる。やべえ、あー。よかった、いつものシックちゃんが戻ってきた。ちょっとしたトラブルはあったけど無事ネザーインできたわ。お、今日はネザーのコーチみたいね。いや、シンクの森か。まあ、玄武岩デルタじゃなくてよかったわ。でもなんかくぼ地に出てきちゃいましたね。登っていくのがちょっと大変ですね。まあ、これくらい許容範囲よ。サクッとネザー要塞見つけようかな。カグリンがちょっと嫌だな。あ、そうだ。さっきもしかしたらストライダーのお世話になるかもと思って歪んだキノコ取ったのよね。ほら、歪んだキノコよ。気絶しなさい。気絶しはしないんだよな。ふふふ、歪んだキノコが怖くて手も足も出ないようね。そうよ、いい子ね。これで攻撃したらどうなるのかな。一瞬持ち替えて攻撃。怒ってこない。これは効果は抜群ですね。最近歪んだキノコにお世話になりっぱなしです。金塊を集めながら要塞を探してます。エンダーパールをどうやって集めるかよね。歪んだ森が見つかればそっちの方が早いかしら。ビブリン要塞が見つかれば早いとは思うんだけどね。よし、この金塊もしっかり集めてと。お、ネザー要塞したー。やった、割と早めにネザー要塞見つかったわ。あ、いいじゃない。荒廃したポータル経由で来なくてこのタイミングならかなり優秀よね。順調順調。え、なんなのこの要塞。全然要塞のモンスターいないんですけど。ほんと驚くほど静かよね。ウィザスケも全く見当たらないし、ブレイズのスポナーも全然ないわね。これは、外れ要塞。思いっきりシンクの森と同化しちまってるもんな。ビグリンが湧いているせいで要塞モブが湧きにくいのかもな。これはめんどくさい。マジで湧きません。仕方ないから金塊でも集めるか。うわ、びっくりした。なんなのよあんた。全然気がつかなかったわ。ほら、あっちに行きなさい。金が結構集まってきたからブツブツ交換でもしてみようかな。ちょうど近くにピグリンもいるしね。あ、すぐ近くに2体もいるじゃない。ちょっと待って。これあげるからブツブツ交換しましょう。あれ？もう金インゴットなくなっちゃったの？それじゃあもうブツブツ交換は終わりね。ご協力感謝します。言ってることとやってることが無駄なんだよな。まあこれがマインクラフトよね。違うと思う。よし、でも一つだけだけど対価のポーションが手に入ったのは大きいわ。あとは黒曜石も落ちてましたよ。いいわね、いいわね。黒曜石は何個あっても嬉しい。1個だけかよ。でも雇い子が手に入ったのは大きいわよね。これで弓も釣り竿も作れるじゃない。ふふふ、計算通り。オッケー。うん、なんかこっちからブレイズの音が聞こえたんだけど、どこなの？全然場所が特定できないわね。モンスターの声や音って上からか下からか分かりにくいのよね。あ、でも要塞の連鎖が出てきたわ。これさっき来れてなかったところなのかな？あ、いたいた。スポナーじゃないけどやっと第一ブレイズ発見できたわ。第一ブレイズ？いいじゃない。ブレイズロットも落としてくれたわね。これ周りが全部ネザーラックで囲まれてるので、要塞の中の空間が埋まってたのかもしれませんね。それじゃあブレイズスポナーも見つかるかもしれないわね。よし、探すぞ。あったあった。やっとブレイズの
スポナー発見したわ。いいですね。これでブレイズロッドも問題なく集められます。でもちょっと大きなマグマキューブ処理するのめんどくさいからここを塞いで、あじじじじじじじ。よし、でもこれでマグマキューブは来れないでしょ。一旦退避。よし、落としたわね。何体か飛んでいっちゃったり、変なところに湧いたりしてちょっと時間かかっちゃったけど、なんとか耐火のポーションの効果時間ギリギリで集めきれたわ。もうこんなところに用はないのよ。よし、エンダーパール集めに行くぞ。でもネザー要塞が外れすぎて全くチェスト見つからなかったのが痛すぎる。クラが手に入らなかったもんね。これでアストライダーちゃんに乗ることはできないわね。あ、でもゾンピグが乗ってるストライダーならクラ装着されてるのよね。でも調べたところゾンピグが乗ってるストライダーのスポーン確率は30分の1、約 3% だぞ。ミザスケの頭蓋骨のドロップ確率よりもちょっといいぐらいなのに運よく見つかるか。日頃の行いですね。死んだかと思いました。でもちょっと遠いな。あれ？どこ行った？あ、壁際。ゾンピグ壁にめり込んで死んでるんだけど。ストライダーの反乱。よしよしよし、いい子ね。そうよ、こっちにいらっしゃい。ちょっとごぼうの森まで乗せてってくれる？ストライダー最高すぎる。はい。お、これはすごい。視聴者さんからキノコ付きの棒を使うことで加速できるって教えてもらったのよね。最高なんですね。でもこのマグマ狭すぎたわ。陸を乗り越えて渡るしかないわね。ホグリンに襲われないように気をつけなくちゃ。高い場所からマグマに飛び込んでも大丈夫。落下ダメはしっかり食らいます。ストライダーにとってはマグマは固体ブロックと同じようなものみたいですね。さすがストライダー。よし、でもこれで行動範囲が広がったわね。行け、ストライダー。ごぼうの森を発見するの。ピグリン要塞が見つかったんだ。おっと、シックちゃん、これはどうするの？ふふふ、愚問すぎるんですね。ピグリン要塞攻略します。おっと、このマグマ機体は大きなピグリン要塞の証拠じゃない？これは期待できるわね。大量の金ブロックを集めてブツブツ交換でエンダーパールうまうまするんだから。あ、だったそんなに怒らないでよね。はいはい、あなたは下に落ちてね。どんどん後続がってるな。ブルートホイホイ、バイバイ。ふふ、これで安全に金ブロックを回収できるわ。スノープレイ、ふんふんふん。ピップリップ要塞ラックショーだ。おい、シックちゃん、気が緩んでないか？平気平気、油断しなかったらやられることなんてないんだから。うわ、やばい、ブルートだって。丸石置けなかった。ちょっと待って、ダメダメ、やばい、死んじゃう。あぶねえ。だからいだよね。ごめんなさい、反省してます。ブルート処理して上がってきました。チェストあるんですね。もうピグリンズこっちには来ないかな？安全確認してからチェスト当てようっと。外れ。まあ、金人参結構あるからこれはいいんじゃない？まあそうね。でも強強装備が欲しいんだけどな。あ、でもそういえば金ボールつけてないからヘルメットもらっとこ。これは渋すぎる。まあ正直、ピグリン要塞のチェストでどうしても欲しいものってないわよね。は、そうだった。シックの目的は金ブロックなんだった。ということで金ブロック探しに行きます。と思ったらまたチェスト見つけちゃった。あ、黒曜石は嬉しいんですけど。金リンゴも鉄ブロックもありますね。鉄の剣も壊れそうなので、エンチャント付きの鉄の剣はいいんじゃないですか。よし、お宝部屋まで来たわよ。確かこの辺にマグマキューブのスポナーがあったはずなのよね。あ、あったあった。マグマキューブはめちゃくちゃめんどくさいから、これだけは壊しとかないとね。これでお宝あさり放題なんですね。これだけ金ブロックがあればさすがにエンダーパール集まるでしょ。サクッと回収してブツブツ交換しちゃおうっと。そして最後にチェストの確認っと。だよしー。やった、ブーツだけどボールも入ってるし、ダイヤも4個手に入ったから、これで喧嘩する橋が作れるわ。いいですね。やっぱりピグリン要塞って結構来る価値ありますよね。ブルートがいなかったら最高なんだけどな。悪すぎるだろ。ピグリンたちを集めてブツブツ交換してます。さすがピグリン要塞、かなりの数のピグリンが集まってきたわね。これだけいればサクサク終わりそうね。金ブロックも15個手に入ったから、さすがにこれでエンダーパールが集まらないなんてことはないわよね。嘘やろ、これだけブツブツ交換して、なんでエンダーパール2個しか手に入らないんだ。おっと、これは辛すぎるわね。しょぼーん。ストライダーちゃん、お待たせ。またあなたの力を借りることになっちゃった。やっぱり歪んだ森探すの手伝ってくれる？やっぱりずっと順調にはいかないですね。これぞサバイバル。辛い。歪んだ森全然見つかりません。あ、またピグリン要塞見つかっちゃった。やったな、またブツブツ交換できるじゃねえか。もうピグリンには何も期待しない。あ、シックちゃん、でもピグリン要塞の後ろ。ごめんの森だー。やっと見つかったわ。よし、一気にエンダーパール集めるぞ。この森狭すぎるんですけど。なんなのここ、全然ごぼう人間湧かないじゃない。海の上がメインフロアなのかな？シックちゃん登って行った方がいいかも。そうするしかないか。よし、あと一個で1スタック集まるわ。絶対に落としてお願い。あ、ボートと間違えてエンダーパール投げてみたー。なんとか16個集まったから現世に帰ります。黒曜石の男間違えたー。黒曜石に余裕があったからなんとか戻ってこれました。ふう、楽しいネザーだったわ。まだオッケーよ。まあ無事帰ってこれたんだからいいじゃない。地上に戻ってエンド要塞探しね。
ね。ファントムが出たから寝てもいいかね。エンド要塞の場所を特定しました。あれ要塞じゃない？あ、あったあった。よし、それじゃあポータル部屋探すぞ。行ける範囲が狭すぎます。あれもう行ける道全部行ったわよね。行ったわね。これ道が埋もれてるパターン。めんどくさすぎるんですけど。お、ここ石連座の裏に石連座があるわ。まだ行ってない道に繋がっててお願い。なんだこの部屋。どうやら階段の裏みたいですね。階段壊せば道があるんじゃないでしょうか。あ、ほんとだ。下に続く螺旋階段と上に行くまっすぐの階段か。うん、どっちに。ふざけやがって。となるとこっちの螺旋階段を降りていくしかないな。ふむふむ、鉄のドアが出てきて、ポータル部屋だ。やった。ちょっとトリッキーな要塞だったけど、このタイミングで見つかるんなら全然オッケー。神要塞。このヒラクルリンすぎませんか。トン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 、行くぞー。はいはい、どんどんエンドクリスタル壊していきますよ。あ、やべ、ちょっと待って、見つめるつもりなかった。ははははシックを倒そうなんて100年早い。だから手のひらくるりんすぎだろ。はいはい、それじゃあいつものお約束いくわよ。じゃあね、エンドラ、これで終わりだー。じゃーということで、今回はエンドラ討伐でした。それじゃあまたね。待て。え、なんなのよマリサ。気持ちよく終わろうと思ってたのに。いや、確かに尺的にもちょうどいいけど、この企画1ヶ月企画なんだけど。あ、ほんまやー。これマジかよ。ということで、現世に戻ってきました。ということでじゃねえよ。エンド要塞を探すときに近くに村を見つけたのよね。とりあえずその村に行ってみようかな。確かゾンビと村人の共存する村を作る、ナギスタンスさんからの指令はこうでしたよね。そうなのよね。だから共存するための村をまず決めないと。確かこっちの方角で合ってるはず。あれ？何この村？シックの見つけたのとは違う村があるんですけど。あら、要塞からもかなり近いし、こっちの村の方がいいんじゃない？うん、どうかな。ちょっと見てみようかな。あったあった。さっきの村ちょっと微妙だったから最初に見つけた村にするわ。あ、平原の村なのね。確かにこっちの方が大きそうだし、見晴らしもいいからいいかもね。よしよし、やっぱりこっちの方が良さそうだわ。それでシックちゃんどうするの？名札を5個も集めないといけないわよね。廃校探す？うん、廃校チェストから名札探そうとしたら最悪間に合わない可能性があるから、ちょっと面倒くさいけど違う方法で手に入れようかな。ということは、交易ですか？大正解。確か司書さんの最大レベルで名札が手に入ったはずなのよね。だからここには資産を誕生させて棒を大量に交換してエメラルドを貯めるわ。だからまずこの村の全村人の職を奪っていきます。味方よ。さてさすがにまだ7日目だから、このペースで行くと動画尺がとんでもないことになるから、ここからはテンポよく行くわよ。了解。とにかく大量の木材が必要だから、シックはひたすら木こりになることにしました。ヤシを誕生させるためには野材区材が必要だから、砂利を掘って火打ち石を手に入れます。一人じゃすぐに交換上限になっちゃうから、できたら何人か誕生させたいところよね。9日目、この村に長期滞在することになると思うから、村人に被害が及ばないように柵で村を取り囲みます。これでモンスターの侵入を防げて安全な村になりますね。もちろん柵の中は入念に湧き潰しをしていきます。10日目、ヤシを誕生させて一気に棒を交換。案の定すぐに交換上限に行っちゃいます。やっぱりヤシさん増やさないといけないわね。11日目、エメラルドが2スタック以上集まったから、そろそろ司書さんを誕生させたいんだけど、ヤシを作りすぎて収容可能な村人がいなくなってました。確か緑の服の村人さんは食用に就かないのよね。ということでパンをあげて繁殖させようとするんだけど、全然子供が生まれません。12日目、ベッドが足りてないことに気づいてベッドを増やしました。そうよ、もうちょっと頑張って。あ、子供だー。よしよしよし、元気な子供ね。大きく育つんだぞ。13日目、ゴーレムがゾンビをやっつけたら立ち直れないので排除しておきます。倒したら攻撃が不利になるから動けないようにしておきます。うん、なんかこの光景見たことある気がする。シッシちゃんの黒歴史だな。14日目、やっと子供が成長し司書さんが誕生。え、司書って最初の取引段階こんなんだっけ？調べたところによると、エメラルドを使ってレベルを上げるなら本棚一択みたいですね。紙もそんなに用意できないもんね。うわー、これエメラルド足りるかな。足りませんでした。うん、なんとか最大レベルまでは持っていけたけど、そもそも名札が結構高いのよね。集め直します。15日目、なんとか名札5個揃いました。めんどくさかった。さて、あとはゾンビを連れてきて村人とご対面だな。さすがに村の中をゾンビに自由に歩き回らせるわけにはいかないから、囲った柵をちょっと内側にへこませて、ボートを置いてここに誘導しましょう。これで村人にも被害が及ぶことはないと思うんだけど、まだ夜になってないから達成してない残りの目標、新バージョンのモブやアイテムを探しに行きます。あったあった。ここがアメジストジオードで間違いないわね。海で探せば簡単に見つかるのよね。ということでアメジストの発見。かーんよ。近くに海底渓谷があったからモブはここで探します。早速ウーパールーパーちゃんを発見。お、調子いいじゃないか。でもこれすごいところね。ちょっとモンスターが狙ってきてるから気をつけないと。はい、これでウーパールーパーちゃんもゲット。残すはヒカリイカだけだ。ヒカリイカはちょっと手こずったけど、なんとか夜が明ける前に発見することができたわ。これで共通の目標は全て達成できたわね。よし、あとはゾンビ仲良し村を作るだけだ。相変わらずのネーミングセンスですね。はいはい、ゾンビご一行様でーす。そうよ、こっちよ。ここがあなたたちの新しいホームになるんだからね。村人さんと仲良くしてくれると嬉しいな。仲良くするわけないんだよな。あらあら、
素直ないい子たちね。そうそう、ちゃんとボートに座っててね。朝が来ても餌はないようにちゃんとした屋根をつけてあげるわね。それがちゃんとした屋根。よし、こんな感じでいいかな。あ、ちょっと、じゃあ、危ねえ。ゾンビに何かあったりて。ちゃん、ゾンビからも嫌われてますよ。16日ね、名札で名前をつけるにはかまどこが必要なこと忘れてました。ということで、鉄を集め直してます。かまどこができたから名前をつけていきます。さあ、あなたは霊夢よ。え、なんで私の名前を。そしてあなたはマリサね。あーらーらーら、同じボートに座るなんて相変わらず仲良しなんだから。ちゃんとりあえず体育館の裏に行こうか。よし、こっちはゆゆこと読むね。私がゾンビ、シックちゃん、うん、そういうつもりなんだ。普通に怒られるよりも怖すぎるんですけど。私はゆゆこ様と一緒なら何でもいいんですけどね。もうちょっと自分の意思を持って。最後はこの素晴らしい村のプロデューサー、マニスタンス氏の名前をつけて完了ね。あ、いいわね。みんな可愛い。確かにちょっと可愛く思えてきた。17日ね、村人さんもボートに乗せてゾンビとご対面。これで世界に平和が訪れたのであった。地味な平和ですね。それはそうと、シックちゃん、もう全部目標達成しちまったじゃないか。これからどうすんだ。ノープランだと思った。ちょっといろいろ考えてみたんだけど、せっかくまだ東海上時間が余ってるし、まだやったことのないことをやってみたいのよね。シック、今サバイバルが上達したい欲がすごくて、少しでも上達するために新しい知識が欲しいの。お、驚いた。シックちゃん、珍しく前向きじゃない。珍しくとは失礼だな。でもシックちゃん、大概のこと経験してきてませんか。そんなことないわよ。マイクラの世界は本当に奥が深いんだから。シックなりにいろいろ勉強してるんだから。すごいわ、シックちゃん、本当に成長してるのね。嬉しい。うん、感極まって言葉が出ない。感動されすぎても微妙なんですけど。それで、何をしようと思ってるの。それはね、エンダーマントラップを作ります。お、エンダーマントラップ、いいじゃないか。確かかなり経験値効率のいいトラップなんだよな。なんかそうみたいなのよね。エンドラ討伐後の世界じゃないと作れないし、いきなり100日近くとかで作ったら無駄にそうだから、これがちょうどいい機会だと思ったのよね。いいですね、頑張って作りましょう。ということで、素材を集めてます。よし、バリバリ集めて最高のトラップを作るぞ。20日目ということで、素材集めが終わってエンドにやってきました。あとはエンダーパールを2スタックぐらい集めたらトラップ作りを開始しようかな。あれ、エンダーパールが必要なのか。なんかエンダーマイトでエンダーマンを落とし穴におびき寄せるみたいね。あ、なるほど。21日ね、エンダーパールが集まったから建築開始していきます。素材はエンダーチェストに入れてきたから、これを使って建築していくわよ。あ、ちなみにこれはジャバ版の 1.17.1 でやっているので、他のプラットフォームやバージョンではうまく作動しない可能性があります。まず本島から128マス離れたところまで下月のハーフブロックで伸ばしていきます。高度は低い方が効率がいいらしいけど、事故る可能性があるし、この高度でも十分効率がいいみたいだから、今回はコードは無視してるわ。伸ばし切ったところで待機条件処理場を作ります。今回は適当に大きさを決めてます。チェストを置いて、それにホッパーを9個つなげます。チェストの下にブロックがなくて、ラージチェストにできなかったけど、ラージチェストがいい人は下にブロックを引けばできると思います。その時は水を流してやらないといけないと思うから、事故る可能性があるから注意してね。ホッパーの上にハーフブロックを並べて、湧き層までの壁を作るために、こんな感じで仮ブロックを置きます。この木材は最終的には壊します。仮ブロックから41段ブロックを積み上げていきます。シックは数えるのがめんどくさいから、こんな感じで41個ずつに分けて持ってます。これを3つ使い切ったら、こっちの壁は完了ね。41段積み終わったら、水バケツを使って下に降りるわよ。これを4方向繰り返します。4方向全部終わったら、こんな感じになるから、3つブロックが並んでる壁から13マス足場を伸ばしていきます。普通のブロックでやってるが、ハーフブロックで大丈夫だぜ。エンダーマンを沸かせるそうだから、ハーフブロックの時は植え付きで繋げていってくれ。4方向終わったら、こんな感じになります。あとは伸ばした足場の先をブロックで繋げていって、間の全部の隙間も埋めていきます。よし、終わったわ。これで湧き層の床は完了ね。かなり広い湧き層ですね。大量のエンダーマンが湧いてくれそうです。真ん中の穴に合計8個のトラップドアをつけていきます。当然だけど、トラップドアは開けておいてね。あ、まずい。1個だけなんか方向がおかしいんですけど、壊して拾えるかな。トラップドアが落ちちゃったので、拾って戻ってきたら、とんでもないことになってました。これはまずいな。エンダーマイトを沸かせる時にいたら困るんじゃないか。ということで落とします。あがめよ、ちょっとやめて。あぶねえ。なんとか処理が終わりました。穴の真ん中のトラップドアの3段上にブロックを置いて、そのブロックを中心に横に3マスの小部屋ができるように囲みます。部屋の真ん中にはレールとトロッコを設置。この中にエンダーパールを投げて、エンダーマイトが出るまで粘ります。あ、やっと出たわね。エンダーマイトが出たら、デスポーン対策で名札で名前をつけるんだけど、トロッコに乗った状態だとつけられないのかな。うまくできなかったので、トロッコを壊して名前をつけてから乗せました。エンダーマイトは2分でデスポーンしてしまうみたいだけど、慌てずにやれば全然余裕だと思うわよ。乗せたら、周りの壁は壊して、最終的にはこんな感じになります。壁に見えるのは普通のブロックじゃなくて、上付きのハーフブロックと下付きのハーフブロックを重ねてるから注意してね。ハーフブロックの種類を変えたら分かりやすかったですね。エンダーマンからエンダーマイトが見えるようにしないといけないから、こんな感じになってます。これでトラップ作りは完了。下で待ってるだけでびっくりするぐらいのエンダーマンが降ってきます。これはすごいですね。なんというか、めちゃくちゃうるさいです。さすがにちょっと適正モブの運用をゼロにしたわ。でもそれでもかなりの時間が余っちゃったわね。これからどうするの。ふふふ、シックにちょっと考えがあるのよ。今エンドラ討伐後でレベルが高いから、このトラップの効果が分かりにくいでしょ。
残りの時間、ちょっと調整してちょうど5日分を使って、ごぼうに入れたら飛行履歴検証。なんか変な企画始まったんだが。ということでレベルをゼロにしないといけないわよね。何装備を全部預けてんだ？おいまさか、ちょっとやめろ早まるね。早く大丈夫。絶対にそれがやりたかっただけだろう。ということで25日目になってから30日目になるまでの5日間、現実世界の時間でちょうど100分間、ひたすらごぼう人間を狩り続けていきます。シックさんがこんなにめんどくさいことをやるなんて、明日はきっと大電クリーパーが来るわね。現象にめんどくさいはつきものなのよ。あ、25日目になったみたいよ。よしそれじゃあやるぞ。気持ちよすぎるんだが。いやこれマジですげえな。どんどんレベルが上がっていってるじゃねえか。さすがに最初は放置してた時に溜まってた分がいたけど、それでもかなりの悪効率だからどんどん落ちてくるわ。さあこれで30日目になった時にどうなっているのか。そろそろ30日目になったかな？シップちゃん調子はどう？あ、ハイになってるは、ここはどこ？シップはシップ。よかった大丈夫みたいね。それじゃあ結果報告。5日間倒し続けてレベルはなんと、113になりました。あ、うん、すごいが初日の上がり具合を見たらそんなもんかって感じだよな。レベルが上がれば上がるほどレベルは上がりにくくなりますから、今映ってるみたいに横にエンチャント施設を作って、エンチャントで消費しながら狩るのがおすすめです。それで集まったエンダーパールの数は、じゃじゃーん。え、なんだこれ、たった23個？いやこのラピスラズリは1個で100個換算だから、3523。いややばすぎるだろ、そっちの方にびっくりなんだが。アイテム整理大変すぎました。次の走者はズンダモチーさん。一見地味だけど実は鬼畜そうな目標を指定したのでどうなるか楽しみです。あ、でも見返してみたら伝え方がまずかったかも。最後まで見てくれてありがとう。よかったら他のおすすめの動画も見てみてね。高評価もよろしくね。それじゃあまたね。バイバーイ。